無名戦士の墓とは、歴史を通して起きた戦争で戦死し、かつ、身元がわからない兵士の遺骨を埋葬、または収めた墓。また、遺骨もなく、遺品を収めたり、それもなく、英霊として葬り、祀る墓もある。ここでは戦死した者への慰霊塔や慰霊碑や慰霊を、行う、大聖堂、無名戦士の石踏みなども含んで記述する。無名戦士とは、アンノーンソルジャーの訳語である。 この語は、本来の軍事用語としては、戦場で発見された、身元不明の兵士を意味する。それゆえに、欧米の無名戦士の墓では、実際にその場所で、身元不明の戦士者が無縁墓のように埋葬されている、場合がほとんどである。その一方で、一般語としては、無名の訳語のように、有名でない、あるいは誰にも知られず、死んだ兵士といったようなニュアンスもあるため、 戦没者慰霊碑や兵士の像などのように、すべての戦死者の象徴としての機能を合わせ持っている。現代においては、多くの国家、自治体や宗教団体などが主体となって、無名の戦死の墓や慰霊碑を設けている。これらは戦死した場所や地域、また祖国に設けられる。欧米諸国において、無名戦死の墓は、外交儀礼上の敬意が払われる存在と、みなされている。 アメリカ合衆国の政治学者、ベネディクト・アンダーソンは、創造の共同体の冒頭で、無名戦士の墓や、それに付随する記念碑は、そこに祀られる兵士が匿名であり、その国家のために戦死したということ以外一切のアイデンティティが排除されていることにおいて、極めて近代的な産物であり、これほど近代文化としてのナショナリズムを見事に表彰するものはないと指摘している。 一覧の国の順は、英語の国名綴りに従う。ありがとうございます。